ここは本州最北端下北半島は大間崎になります。天気が良ければこの海の向こうに北海道や函館が見えるはずですが、今日はあいにくの天気で曇っていました。大間に来たならやっぱり大間のマグロを食べたいと思い、マグロ丼を提供しているお店へこれから向かいます。その前にマグロ像の前で記念写真を行い、これから、お店へ向かいます。向かったお店は大間崎すぐそばの民宿海峡荘のレストランになります。海峡のマグロ屋という看板があり、店の前にはこのように美味しそうなマグロ丼の写真がいっぱいありました。僕が頼んだのはこの3種類のマグロが乗った赤身、中トロ、大トロが乗った丼を注文しました。店の中はこのような感じで、とても味のある雰囲気でした。追加で殻付きウニを注文しました。今が旬のウニでとっても美味しいウニです。到着したマグロ丼はこのような感じで、手前から大トロ、真ん中に中トロ、一番奥に赤身が乗ったマグロの三色丼です。では実際に食べていきたいと思います。まずはわさび醤油をかけ、そうするとやはり こちらでもマグロの食材たちがとても喜んでいます。まず中トロから一口、口の中でとろけるマグロがとても美味しかったです。一緒に頼んだウニも一口いただきたいと思います。殻付きの生ウニでそのまま食べてもとても美味しかったです。ここでいいことを思いつき、このウニたちをご飯の上に乗せてマグロ丼と一緒に食べていきたいと思います。もし大間崎へ来る機会がありましたら、マグロ丼が提供するお店いっぱいありますので、一つ行ってみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。これから自転車に乗って下風呂温泉の方へ向かっていきます。その様子は別な動画でお届けしたいと思います。今日はありがとうございました。本日もご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは鉄道だったり自転車の旅行記、また八戸の情報等をお届けしております。チャンネル登録いただけるととっても嬉しいです。またツイッターやブログもやってますので、よろしければアクセスしてみてください。今日もご視聴ありがとうございました。